こんにちは、ライムです。はい、ということで極フェスが始まる直前なんですが、このね、ラッキー装備召喚ボリューム3 D 格が1個確定のガチャね、やってみたいと思うんですよ。この1個前の動画で極フェスのね、何段引くべきかおすすめ解説動画もねアップしているので、まだね悩んでる方、どうしようかって思ってる方はね、ぜひ見てみてください。まあ何かしらのね参考になればいいなと思います。はい、でまあ行こうかと思うんですが、まあ多分被る多分被ってくると思うんだよね。どうせね、いつもの僕であれば。逆にこの D 学生が被らなければ今回のフェスの引きは結構いいものになるんじゃないかなって予感はします。果たしてどうなのか。マイル、さあどうなんでしょうね。であとね、今回極フェス以外にも結構ね、おこれもミラボの時点で今回のこのラッキーガチャはあれだよね、確か覚醒だよね。いきます、スキップ。これレッドサーティーンだな。見覚えあるな、これ。多分レッドサーティーンだな。そうでしょうね。そうでしょう。覚醒1だね。これはわかんねえな。ちょっとかっこいい感じの剣。あー、ガブラスね。エグゼクション。多分覚醒1。杖だ。ヒーローかな。持ってんのか、やっぱり。やっぱり。シャンディーガフ。三つ出たときはおって思うけど、やっぱかぶりってくるか。そうだよね。D 格の超連効果、待機時間短縮とダメージアップか。なるほどね。なるほどね。まあ。こんなもんだよね。俺は、もう、想像してたけど。とりあえず、極フェス前にちょっと一つ気分を上げようかなと思ってガチャしただけなので、まあ、この結果でしたよ。はい。で、さっき言いかけたんだけど、極フェス以外にも、結構、良さげなガチャあるじゃないですか。で、どれ引こうか悩んでる方いると思うんだよね。例えば、新春装備召喚みたいなやつ、新春スペシャル装備召喚かみたいなやつと、あと行く年来る年装備召喚とか、あとまあその他ね、福袋とかいろいろあるんですよ、ガチャが。でどれ引こうかなとか、優先度どれなのってね思ってる方いると思うんで、ちょっとその辺のガチャの解説動画撮ろうかなって思ってます。で今回ちょっと極フェスが内容があれだったので、その辺も含めてですね、結局どれがいいっていうやつやる予定です。ただちょっとまあ今日中に行けるか分かんないけど、今日か明日あたりでちょっとやろうと思っているんで、ぜひねそちらもよろしくお願いします。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。